吉田さん、ある家庭の話なんですけども、一流企業に入れなかったお父さんがですね、中堅企業に入ってるんですよ。で、旦那さんもそうなんですけども、奥さんも安定した一流企業に入っていればよかったねなんてことをね、たまに話してたんですよね。その中で、その旦那さんがその一流企業の株を買ってきたんですよ。一流企業の株買ってきたよって言ったら、そしたらね、奥さんが株を買うなんて危ないって、いやこれ一流企業の株だよって言ったら、でも株なんて危ないじゃないのというね、ことでございます。このぐらいね、分かってない人もいるんですよ。何なんですかね、自分が株式会社に勤めておいて株が危ない、何なんですかねこれね。で、大手の会社だったら大丈夫って言っといて、大手の株は危ない、どういうことなんでしょうか。言ってらっしゃい。